サッカーカタルーニャ代表、サッカーカタルーニャ代表は、スペイン、カタルーニャ州における、サッカーの選抜チーム、カタルーニャサッカー連盟によって組織されている。セレシオカタラナ、セレシオデバルセロナ、カタライクシーなど様々な呼び名がある。スペインの一地方の選抜チームであり、欧州サッカー連盟や国際サッカー連盟に加盟していないため、 UEFA 欧州選手権や FIFA ワールドカップなどの国際大会への出場資格ない。1904年以来、各国代表チーム、各地域代表チーム、各クラブなどを相手に200試合近くを行っている。1997年以降は、クリスマス休暇中に、各国代表や各州選抜を招待して新善見を行うことが恒例となっており、ナイジェリア代表、 ブラジル代表、アルゼンチン代表などと対戦している。2009年12月には、カンプノーで行われたアルゼンチン代表との、新前試合4-2で勝利し、2010年12月には、ホンジュラス代表に4-0で勝利した。直近の試合は2013年1月に、エスタギ・コルネラエルプラットで行われた、ナイジェリア代表戦であり、1から1の引き分けに終わった。この試合をもって、 ヨハン・クライフが監督から退いた。カタルーニャ選抜は1904年に初試合を行った。当初は国内のクラブと試合を行っており、RCD s スパニョール、レアル・マドリード、FC バルセロナ、イルニ SC などが対戦相手に選ばれた。1912年2月2日、フランス代表を招き、初の国際新善試合が行われたが、 パリで行われた試合には0から7で大敗した。フランス戦には、レニエ、イリサル、アメチャルサ、アレマニー、ペリス、アルメ、ホルンス、ロドリゲス、コママーラ、モラレス、ラミーロが出場した。1912年12月1日、バルセロナで再び、フランス代表と顔を合わせ、今度は、カタルーニャ選抜が1の0で勝利した。1914年には初めて、 バスク選抜と対戦したが、この試合の記録は残されていない。記録に残っているバスク選抜との初の試合は、1915年1月3日にエスタディオ・サン・マメスで行われた試合であり、カタルーニャ選抜は1-6で敗れた。1915年から1926年には、スペイン各地方の代表チームが争うという大会が行われた。 1915年のカタルーニャ選抜は準優勝だったが、1916年には決勝でカスティーリアレオン代表を試合合計8から5で破って初優勝した。1917年の決勝も同一カードとなり、2試合合計2から0で破って2連覇を果たした。1920年代のチームにはジョゼップ・サミテール、リカルド・サモラ、パウリノ・アルカンタラ、 サヒバルバなどがおり、1922年、1924年、1926年の同大会優勝に貢献した。1926年に行われた最終回はアストゥスリアス代表との優勝プレイオフに持ち込まれたが、2試合合合計6から3でアストゥスリアス代表を下して優勝した。スペインやヨーロッパの各地域の選抜チーム同様に、 1920年代のカタルーニャ選抜は何度も国際親善試合を戦った。1924年3月13日にはラスコルツにて初めてスペイン代表と対戦。スペイン代表にはサミティエールやサモラ、前述の通りカタルーニャ出身選手がおり、一方のカタルーニャ選抜にはアルカンタラやサヒバルバなどがいたがサミティエールの2得点などで、 スペイン代表が7-0でカタルーニャ選抜を下した。1925年12月13日、カタルーニャ選抜はエスタディデサリアでチェコスロバキア代表と対戦し、サミティエール、サモラ、アルカンタラ、サヒバルバなどが出場した。PK で先制点を許したが、サヒバルバが同点弾を決め、サミティエールが逆転弾を決めて2から1で勝利した。 1926年6月7日には、プラハでもチェコスロバキア代表と対戦し、サミティエールが先制点を挙げたが、結局1から2で敗れた。1930年代にも様々なチームと親善試合を行っており、1934年には特に意欲的な活動を行った。2月2日には、レスコルツでスペイン代表と戦って0から2で敗れた。 さらに、スペイン代表戦の数ヶ月後には、ブラジル代表と二度戦った。6月17日には、デスコルツで2から1と勝利し、6月24日には、ジローナのビスター・レグレで2から2と引き分けた。ブラジル代表は5月から6月上旬にかけて、イタリアで開催された 1934FIFA ワールドカップに出場しており、伝説的な選手であるレオニダスなどが、 カタルーニャ選抜戦に出場した。6月29日には、リーガ・イスパニョーラ覇者のアスレティック・ビルバオと対戦し、5から1で解消した。1930年代後半のスペイン内戦後、フランシスコ・フランコ将軍は、中央集権主義を推し進め、ジャナラリターでカタルーニャ、カタルーニャ自治州政府、自治州議会を廃止したほか、公的な場でのカタルーニャ号やカタルーニャ機、 サニエーラの使用を禁じた。しかし、カタルーニャ選抜はこの時代も定期的に活動を続け、スペイン代表とも2度戦っている。1947年10月19日にはサリアで対戦し、フアンベラスコ、マリア・ゴンサルボ、ジョアン・セガーラ、セサル・ロドリゲス・アルバレスなどが出場して3から1で勝利した。しかし、 1953年8月9日に行われた試合には0から6で大敗した。この時代の FC バルセロナには、クバラ・ラースロー、ハンガリー出身、ルイス・スアレス、ガリシア地方出身、エバリスト、ブラジル出身、ヘッス・マリア・ペレーダ、カスティー・リャ・レオン地方出身などのカタルーニャ地方以外の出身者が在籍し、彼らは皆カタルーニャ代表に招待されてプレーした。 1955年1月26日には、レスコルツに、ボローニャ FC を招いて親善試合を行い、クラバや、アルフレッド・ディステファノ、アルゼン出身などがプレーした。クバラが2得点、ディステファノが1得点し、カタルーニャ選抜が6-2で勝利した。1956年9月1日、ディステファノは、レアル・マドリードの初代 UEFA チャピオンズカップ。 優勝メンバーの一員として、レスコルツに戻った。レアルマドリードとバルセロナ選抜が対戦し、レアルマドリードが7から3で勝利した。1976年6月6日には、カンプノーでソビエト連邦と親善試合を行い、フランコ時代の終焉を迎えた。ソビエト連邦戦では、カルロス・レシャック、ウェールズ出身、ヨハン・クライフ、ヨハン・ニース・ケンス、 いずれもオランダ出身などが招待されてプレーし、ニースケンスの得点により一から一で引き分けた。クライフの息子、ジョルディ・クライフも何度かカタルーニャ選抜でプレーした。1975年にフランコ将軍が死去すると、フアン・カルロス一世による王政復興がなされ、スペインは制限君主制国家となった。これ以後のカタルーニャ選抜は定期的に 親善試合を行っている。1990年代後半からは、ブルガリア代表、1997年、ナイジェリア代表、1998年、ユーゴスラビア代表、1999年、リトアニア代表、2000年、チリ代表、1997年など、経済有料国に対して、好成績を収めた。2002年5月5日には 2002FIFA。 ワールドカップ出場を控えたブラジル代表を招いて親善試合を行い、結果的に FIFA フフワールドカップで優勝することになる相手に1から3で敗れた。2004年5月には再びブラジルをカンプノーに招き、今度は2から5で敗れた。同年12月にはアルゼンチン代表を招いて親善試合を行い、0から3で敗れた。2006年5月には 2006FIFA フフ。 ワールドカップ出場を控えていたコスタリカ代表を2の0で破った。2009年11月2日、FC バルセロナのレジェンドであるヨハンクライフが新監督に就任することが発表された。同年12月22日、カンプノーにてアルゼンチン代表と親善試合を行い、4から2で勝利した。2010年12月28日、モンジュイックにて ホンジュラス代表と親善試合を行い、4から0で勝利した。2011年12月30日、モンジュイックにて、チュニジア代表と親善試合を行い、スコアレスドローに終わった。チュニジアは、アフリカネーションズカップ2012開幕前の調整のために、スペインに滞在しており、2日前には、バスク代表とも対戦している。2013年1月2日、 27,234人の観客を集めたエスタディ・コルネラエル・プラットにて、ナイジェリア代表と親善試合を行い、1から1で引き分けた。この試合を最後に、クライフが監督の座を退いた。以下は2013年1月2日のナイジェリア戦に、招集された選手のリストである。いずれもカタルーニャ出身選手であり、立地域、他国出身の招待選手はいない。 カタルーニャ選抜は、欧州サッカー連盟や国際サッカー連盟に加盟していないため、明確な出場資格が存在しない。このため、非公式の親善試合を行う際に、カタルーニャ人以外の選手を、カタルーニャ選抜に招待して出場させることがある。有名選手では、アルゼンチン出身のアルフレッド・ディステファノ。また、FC バルセロナに所属したオランダ出身のヨハン・クライフ。 アストリアス州出身のアンドレス・イニエタなどがいる。他には、カタルーニャ人の先祖がいるサヒバルバやパウリノ・アルカンタラ、フィリピン出身。父親は、カタルーニャ軍の将校であり、母親が、フィリピン人などもカタルーニャ選抜に招待されたことがある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。